んにちは、おたやめちゃんです。9月ぐらいに引いたナムコパークスさんのオンラインくじの景品が届きました。イエーイ。はい、ってことでこんな感じでね、見てください。これダンボールの中にめっちゃ、ね、ドサッと全部入っててんけど、細かいとこまで見てないけど、多分傷とかなく無事に届いてるとは思うんですけど、なかなかすごい梱包やなと思ってびっくりしたんですけど、まあこんな感じで届きました。これ届くめっちゃ楽しみにしてたから、早速開封していきたいと思います。 S 賞のタペストリーは2本当たりました。自分で絵柄選べるんで、私は確かこれキョンシーと夢闇を選びました。キョンシーから開けます。じゃん、あ、かわいい、めっちゃかわいい。結構ね、色がちゃんと鮮やかで、なんかスウェード素材っぽくなくて、もう一般的なタペストリーの素材って感じです、布の。印刷がめっちゃ綺麗です。なんかネオンがね、ちゃんとネオンっぽく見える。かわいい。こんな感じで紐がついてて、ちゃんとね、ポールも上下についてて、かわいいです。はい、次が夢闇です。キョンシーがめっちゃ可愛かったから期待ですね。めっちゃ可愛いっぽい。布の素材はキョンシーと一緒ですね。普通のいわゆるタペストリーの素材の布なんですけど、見た目の印象が全然違う。なんか同じ布やのにこっちの方がね、なんかすごいふわふわに見える。私だけですかね。かわいい。これもね、紐がついてて引っ掛けれるようになってます。サイズ感このぐらいで、めちゃくちゃでかいって感じではないんですけど、思ったより、私が思ったよりはでかいなっていう印象です。かわいい。キョンシーと夢闇。はい、 S 賞はこんな感じです。タペストリーを飾ってみました。思ったよりね、ハロウィン感がないから、別にずっと飾ってても変じゃないかなって思います。かわいい。はい、こんな感じで缶バッジとか他の賞のものも開封していきたいと思います。って言ってもね、もう中身が見えてるから、あんまり開封していくというほどでもないのかもしれないですけど、まず缶バッジですね。メロクロちゃん当たったのが11個当たったんですけど、結構被ってるんですよね。キョンシーのマイメロちゃん2個と、クロミちゃんは1個当たりました。これね、メロクロ揃ったらやっぱり可愛い。なんかこのネオン感がほんまにちゃんとネオンに見える。これ動画では多分伝わらないですけど、なんかネオンっぽく見えてめっちゃ可愛い。夢闇はクロミちゃんだけなんですけどね、これ可愛い。なんかあのタペストリーと一緒でふんわりしたタッチでめっちゃ可愛いです。スーキーですね。スーキーは逆にクロミちゃんがいないんですよ。この周りの模様何なんでしょうね。なくてもいいけど可愛いけどね。今年のスカルズのやつですね。ね、可愛いですね。私は今年はね、全然スカルズは何もゲットしてないんですけど、なんかね、このね、この骸骨が怖いやんだからなんとなくこの子たちはスルーしてるんですけど、まあこれはこれで可愛いと思います。メロクロちゃんの缶バッジはこんな感じでした。結構引いたのに全種コンプできないのがやや心残りですが、まあまあキョンシーがいるのでいいとします。ちなみにメロクロちゃん以外のキャラの缶バッジはこんな感じでした。めっちゃプリンクン率が高いんですけど全然さ、出えへんキャラ、キティちゃんとか1個やのにさ、出えへんキャラ出えへんのにね、なんか出るキャラはめっちゃ出るんですよね、謎の偏り。一応1個ずつ見せていくと、スカルズのプリンくん、キョンシーのプリンくん、なんかめっちゃ輝いてるこれ夢闇のプリンくん、かわいい、甘そう。でシナモンくんのキョンシーね、このシナモンくんもめっちゃかわいい。スプーキーのプリンくん、キョンシーのポチャッコくん、この辺はね、もうね、1個ずつ、スプーキーがなぜかね1個ずつであんまり出ないんですけど、シナモンくん、ポチャッコくん、キティちゃん、こんな感じで、全然コンプできてるんやらなんやらわからないですけどこんな感じで他キャラもいっぱい引いてしまいました。でも缶バッジ自体は大きくていい感じやなって思います。お待たせしました、アクスタです。これめっちゃ可愛いねんけどね、これが引きたくてね、めっちゃ何回も引いてたわけじゃないですか。めっちゃ可愛いです。これ
早速ね、一個ずつ開封していきたいと思います。まずこちらですね。キョンシーメロクロはなんと2セット当たってるんですけども、一個ずつ開封していきます。めっちゃ可愛い。台座はこんな感じで。なんかね、ちっちゃいながらもめっちゃ可愛い。ちゃんとね、ネオンっぽくなってる、この渦巻きとかが。こちらがクロミちゃんです。可愛い。思ってたよりもややちっちゃめかなと思ったんですけど、下に文字が書いてるから、浮いて見えるから、なんか飛んでるみたいに見えて可愛い。こんな感じで。可愛い。マイメロちゃんはこれですね。可愛い。マイメロちゃんの台座もね、ピンクでグラデっぽくなってて、ネオン感がすごい。かわいい。めっちゃちっちゃいでしょ。めっちゃちっちゃいんですけど、かわいい、マイメロちゃん。ちっちゃいけど、めっちゃかわいい。こんな感じで、二人ね、向かい合って見えるのがいいですよね。ちょっと台座が横に長すぎて、あんまり近づかれへんねんけど。置いたらこんな感じで。かわいいですね。スプーキーのメロクロちゃん、かわいい。台座がちゃんとシリーズごとに違ってめっちゃかわいい。開けていきます。あ、すごい。これわかりますかね。透け感のある台座で、台座がめっちゃかわいい。めっちゃかわいいです。なんかね、ちょっとふわっとした薄っぽい色なんですよ、全体的に。めっちゃかわいい。なんか下に文字あるからさ、キョンシーじゃないから浮いてて若干若干あれなんですけど、かわいいですね。マイメロちゃん、あ、かわいい。これ見えますかね。なんかピンクと紫のグラデになっててめっちゃかわいい。マイメロちゃんもね、ちょっとね、ふんわりした印象なんですよ、イラストが。めっちゃかわいい。はい、こんな感じ。台座見えるかな。めっちゃ可愛いんですよ。意外とね、ふんわりしたイラストで思ってた印象じゃなくて可愛いなと思います。結構ね、台座が横に長いから、横に並べたら意外と幅取るっていう。夢闇です。可愛い。これめっちゃ色可愛いんですよ。リボンっぽい台座、めっちゃ可愛い。なんか台座が全部可愛いですね、これ。あー、可愛い。この後ろにこんな大きいリボンしてるって知りませんでした。めっちゃ可愛い。なんかぬいぐるみよりもこれイラストの方が可愛いなって思った。可愛い、可愛い。めっちゃ可愛い。これほんまに台座ごとすごい可愛いです。クロミちゃん、クロミちゃんもね、台座がめっちゃ可愛い。リボンになってます。クロミちゃんもね、大きいリボンしてて可愛い。はい、こんな感じ。可愛い。これすごい可愛い。キョンシーが一番好きなんですけど、アクスタではこれが一番好きかも。めっちゃ可愛い。色がふわふわで。最後にスカルズのクロミちゃんで、スカルズはね、クロミちゃんだけになります。台座がおしゃれ。すごい、めっちゃ凝ってる。すごい、スカルの柄とかもめっちゃ細かい。はい、こんな感じです。可愛い。下の文字がほんまになんか浮いて歩いてるように見えるけど。アクリルスタンドはこんな感じです。はい、ということでナナコパークスさんのオンラインくじはこんな感じでした。最後までご視聴ありがとうございました。この動画がちょっとでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。